御免町駅でイノシシが出没し、怪我人が出ております。十分に注意してください。南国警察署の調べによりますと、今日午前6時半ごろ、南国市大曽根港の町中にイノシシがいると住民から通報がありました。警察官が駆けつけたところ、イノシシはその場を離れていましたが、およそ45分後となる午前7時18分、今度は御免那覇線の御免町駅付近で女性が噛まれたという通報が。今朝こちらの現場で歩行中の女性がイノシシに襲われました。イノシシはその後東の方向へ逃げていったということです。近くの防犯カメラには女性が襲われる前にイノシシが猛スピードで走る映像が映っていました。女性の方の叫び声ってどういう。やめてって言った。ユノが冗談な感じでね、言うこと聞かんのかなと思って、ほらかその一緒に散歩してるユノがけど声が違う気はなと思って、ほらほんで気がついた。僕はもらってんならんけど、これくらいだったと思うんだけど、まあ、見るなりは中型犬。女性は20代で、すねなど複数の箇所を噛まれ、怪我をしたということです。さらにその数分後、午前7時22分には、女性が噛まれた現場から東へおよそ200メートル離れたコンビニエンスストア付近で、80代の男性も足を噛まれ、怪我をしたということです。捕獲されたのは、最初の通報からおよそ1時間半経った午前8時前のことでした。イノシシは男性が噛まれた現場からさらに東へおよそ200メートル離れた場所で取り押さえられ、地元の猟友会によって駆除されました。もう全く聞いたこともないし、のどかな場所ではありますけれども、深い山からはかなり離れているので、どういう経路を通ってここまで来たのかすごく不思議です。ちょうど小学校とか中高生の通学時間でもあったので、大丈夫かなっていうのがまず心配でしたし、一斉放送で注意喚起はしたみたいなんですけど、全く聞こえてなくって、全然知りませんでしたので、ちょっと後から考えると怖かったです。もうほっとしたのと同時に、またこういうことがあったら怖いなっていう一番思いました。イノシシは体重がおよそ40キロのオスで、猟友会によりますと、山の食料が少なくなったので市街地に現れたのではないかということです。警察はイノシシなどを見かけた場合は決して近づかず通報するよう地域住民に注意を呼びかけています。